本当に出てくるんです。初めて出てきたのは私がオーディション、欅坂のオーディションに受かった日で、それから辛い日も嬉しい日もいつも出てきてくれて、なんかクミさんの夢の中になんか女の子、ちっちゃい女の子が出てくるっていう話は前聞いたことがあったんですけど、あれって本当の話だったんですか？あんまり信じてないです。昨日なんか夢に出てきたって言ってました。でもそれが最近出てきてくれなくなっちゃって、走り出す瞬間ツアーが終わった時ぐらいかな。広い範囲を回れるライブ、なんだろう、ツアーとかをやりたいなって思います。スナックマオの経営をして全部のところでライブがしたいなって、もっとハッピーオーラを出せるように頑張ろうっていうのが目標です。ケーキちゃん